ははい皆さんんどうもこんにちはロイドです今回は「JSON って何?」というテーマでお届けします。JSON っていうね、名前ぐらいは聞いたことあるけど、詳しいことはちょっとよく分かんないっていう方、意外と多いのではないでしょうか。というわけで今回はですね、JSON ファイルの基本的な構造とか、JSON ファイルと通信を行う基本的な流れといったことについて説明していこうと思います。今回もよろしくお願いします。 はい。画面切り替わってパソコンの画面を映し出しています。JSON ファイルの構造とか JSON との通信のコードとかを紹介する前にそもそもどういう時に JSON ファイルとの通信が必要となるのかということに関して説明しておこうと思います。実はですね、JSON ファイルとの通信が必要となるのは今ここサンプルを映していますが例えば郵便番号を入力して 郵便番号から住所を入力みたいなボタンを押すとその郵便番号に該当する住所がパッと自動で入力されるシステムこういったものを作りたいとなった時に 自分でね、郵便番号のデータ、それに対応する住所のデータを一からバーってね、全部調べて、で、データベースみたいなものを作ってね、そこにデータを格納してっていうことをやってもまあいいんですが、それってちょっとね、手間暇かかりすぎますし、現実的とは言えないですよね。こういう機能を実装したい場合に便利なのが API 連携。 と呼ばれるものです、まあ、どこかの誰かがですね、えー、住所とか郵便番号のデータをまとめてくれてて、まあ、そのデータをね JSON データとしてみんなが使えるように公開してくれているそういったね外部サービス API というものがたくさんありますそれを利用する上で必要となるのが JSON ファイルであり JSON ファイルとの通信です、まあ、なので逆に言えば ただただ普通のね、Web ページ、Web サイトを表示させたいっていうだけであれば、JSON ファイルとの通信は全く必要ありません。そうではなくてね、えー、この住所の自動入力みたいにちょっと一歩踏み込んだことをやりたいなと思ったら、まあ、外部の API との連携が必要になるケースがまあ多いので、まあ、必然的に JSON ファイルとの通信が必要となるということが言えます。 ただ、この JSON ファイルですね、ちょっと癖があります。まあ、癖があるのは JSON ファイルそのものというよりは、ブラウザのセキュリティシステムの方なのですが、実はですね、ローカルに保存した JSON ファイルとの通信テストを、ローカルに保存した HTML ファイルから行うということはできません。今、これですね、ローカルに保存された HTML ファイルを表示させていて、で、 後でコードを紹介しますが、ローカルに、ね、保存した JSON ファイルとの通信を今やろうとしています。まあ、適当にね、郵便番号を入れていきます。105-0004。で、ねえ、ボタンを押しても、まあ、何も起こりません。どうなっているのでしょうか。検証画面を開いていくと、ここにですね、えー、アクセスというフェッチャーと何たらかんたらって出てますが、まあ、大事なのはこの部分ですね。CORS。 コールスとかね、えー、いたりしますけれども、クロスオリジンリソースセキュー、えー、なんだっけ、シェアリングか <laughs>、の略、頭文字を取ったものです。クロスオリジンリソースシェアリングのポリシーに引っかかりますよというエラーが表示されています。今回はね、あくまで JSON ファイルって何 というところが焦点なのでコルスについて詳しい説明はしませんがブラウザのねセキュリティ機能に引っかかりますよというぐらいにここでは理解しておいていただければいいかなと思います基本的にはですねあの特別な設定をしていない限りは同一ドメインから 同一ドメインに存在するファイルをね、JSON ファイルを読み込もうとする分には問題ないんですが、ここにあるようにね、ファイルリソースから参照しようとすると、このようにですね、クロスオリジンのポリシーに引っかかってしまうということで、普通にテストしようと思ってもローカル環境でテストすることが難しいので、まあ、なおさらね、JSON って何なのということになりやすいかなと思います。これを解決する、コルス問題を解決するには、 いろいろ方法があります。一つはですね、ブラウザのセキュリティ設定を一時的に変えて、まあ、この機能をオフにするという方法です。ただし、これはですね、あまりお勧めはしません。特にまだね、学び始めたばかりで、ちょっとね、色、色分からないことも多いという方が、下手にブラウザのセキュリティの設定をいじくってしまうっていうのは、ちょっとリスクが高いかなと個人的には思います。 ではどううすればいいかというと1つの解決策として、まあ、ローカルに保存された JSON ファイルと通信を試みるのではなくて、まあ、一般的に、ね、公開されている API と実際にちょっと連携してみてテストを行うということも可能です。 ただ、これもですね、おすすめできるかというと、必ずしもそうとは言えないところがあって、API 連携を行うには、あの、開発者登録というものをしなければならないという場合が割と多いので、そういったところもハードルになりますし、まあ、外部のね、API 連携は当然利用規約を守らなければならないので、何でもかんでも好き勝手にテストできるというわけではなかったりするので、まあ、その点もちょっと注意が必要かなと思います。では、どうすればいいかということですが、 解決策、大きく分けて2つおすすめあります。1つは、あのこの動画で今からやりますが、ローカルサーバーを構築するという方法です。ローカルサーバーを構築してね、あのファイルリソースからファイルを読み込もうとするのではなくて、まあ、http プロコトルでね、えー、ファイルを読み込むようにすれば、この CORS 問題は解決することができます。 で、えー、今回この動画ではありませんがもう一つおすすめの解決策がありますそれはね、えー、の手っ取り早くレンタルサーバーを借りてしまうというものですあのウェブ開発の勉強とかをやってるとどうしてもね本番環境でテストしたいということは絶対ねあると思いますなので、まあ、結局レンタルサーバーを一つぐらいね借りておいてテスト用としてね試せる場所を確保しておくっていうのはね有効な手段ではないかなと思います で今回はさっきも言ったようにローカルサーバーを利用するという方法でやってみようと思います。ローカルサーバーを構築する方法はいろいろあるんですが、あの、簡単なのは VS コードのね、プラグインを使う方法です。VS コードには様々なプラグインがありますが、その中にですね、えっ、ー、と、 どこにあるかなと。ライブプレビューというものがあります。これね、マイクロソフトさんの公式マークがついているので、安心して使えるプラグインだと考えていただいていいかなと思うんですが、これを使うことでですね、あのローカルサーバーを通してプレビューするということができます。実際に今やってみようと思います。このボタンを押すと、はいえー、ローカルサーバーがね、立ち上がってプレビューが表示されました。これで先ほどと同じように、郵便番号を入力すると、 はい、えー、正しくですね、えー、JSON ファイルとの通信テストが成功して、住所が自動入力されました。このようにですね、ローカルサーバーを立ち上げてあげると、簡単に、J、あのローカル環境でも JSON ファイルとの通信をテストするということが可能になります。はい、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、ここからね、JSON, JSON ファイルとその JSON ファイルとの通信について詳しく見ていこうと思います。まず、JSON ファイルの構造を確認していきましょう。 JSON ファイルの構造は JavaScript オブジェクトの構造とほとんどね、見た目は同じですが、いくつか重要な違いがあります。まず、キーとバリューという関係から成り立っているのは JavaScript オブジェクトと同じですが、キーはですね、このようにダブルクォーターで囲む必要があります。これはあの数値であっても同じです。このようにね、1というキーを設定したい。 と思っても、1という数値だけではダメです。このように、数値とかね、true, fail, false とかの新規値をキーとしたい場合であっても、このようにですね、ダブルクォーターで囲んであげる必要があります。一方、value の方はですね、数値なら数値でダブルクォーターで囲んであげる必要はありません。true とかのね、新規値を バリューとしたい場合も同様にダブルクォーターでね、このように文字列にしてあげる必要はありません。ま、この違い、違いが結構大きいかなと思います。あとはですね、今、あの、赤く <laughs> エラーが起こっていることが表示されていますが、JavaScript オブジェクトでは、あの、最後のね、キーバリューの後にカンマを入れても別にいいんですが、JSON ファイルでは最後のキーバリューの後にカンマを入れてはなりません。なので、こことかはもちろんですけど、 当然ここにもカンマが入っていると、えー、JSON ファイルとしてエラー不正ということになってしまいますので、まあ、どこにカンマをつけてどこにカンマをつけないかというものも、えー、JavaScript オブジェクト以上に注意をしてあげる必要があるかなと思います、まあ、ただし他は、ね、ほとんど JavaScript オブジェクトと見た目とか構造は同じなので、まあ、人間にとっても、ね、すごく理解しやすいかなと思います まあだからこそね、JSON ファイルってここまで普及したんじゃないかなと個人的には考えています。はい。基本的な JavaScript じゃないや、えっ、ー、と JSON ファイルの構造が分かったら、あとは、実際にですね、JavaScript コードを書いて通信テストを行ってみましょう。まあす、すでにね、ここコードをたくさん書いていますが、どうしようかな。これ一旦消して、1からまた書きながら説明していった方がいいですかね。まあ HTML ファイルって、 と CSS はそのままでいか。あと要素を取得する部分はこのままいきましょうかね。えっと、じゃあここから消して説明しながらやっていこうかなと思います。で、その間プレビューどうしようか。あ,あってもいいですかね。ちょっと邪魔なんで <laughs> 狭めときますか。はい。ではこの状態から作っていこうかなと思います。 まず HTML の構造を簡単に確認しておきましょうえ。インプットタグを置いてですね、ここ住所というかあの郵便番号を入力する欄と、まあ、住所を入力する欄のインプットをタグを置いています。 で、あとボタンですね。郵便番号から住所を入力というこのボタンを置いてあるだけです。で、これ実際のフォームではないので、マークアップは正直言って適当です。フォーム要素を使ってませんし、かなり適当にね、マークアップしているので、本番で使うにはもうちょっとね、改善が必要かなと思いますが、今回あくまでテストなので、これでいきたいと思います。で、スクリプト、JavaScript コードですが、まずですね、えー ZIP コードインプットという定数で、この、この要素、このインプット要素を取得してます。で、アドレスインプットはこの住所が入力される要素、インプットのことですね。で、ZIP コードというアドレスボタンがこのボタン要素の情報を取得しています。で、えーレッドユーザージップコードというのは、ユーザーがね、ここで郵便番号を入力した、その数値情報を格納しておくための変数です。 でユーザーアドレスっていうのはここにね住所を表示する用の文字列ですね、まあ、今は何も入力されていないのがまあ初期状態ということで空の文字列にしていますでは、えー、コードを書いていきましょうかねまずボタンのクリックをトリガーにする前に <laughs> ここにユーザーが文字列文字列っていうか数値をね入力したらその情報をこの変数に格納してあげる必要があるので 最初にやることはそれですね。ZIP、え、コードインプット、Add イベントリスナー、インプットですね。トリガーはインプット。えー、で、コードを書いていきます。で、えー、ユーザーが入力した情報をそのままね、えー、このコードをユーザー ZIP コードという変数に格納すればいいということなので、 このようにすればいいですかね。e.target.value。はいえ。これで基本的には、えー、OK といえば OK なんですが、まあ、今回あの、ナンバー型、数値型でね、えー、厳密に管理したいので、このようにしてね、数値型に変換されるようにしておきます。はい。えー、これでね、ここにユーザーが入力した 郵便,番郵便番号の情報が入力するたびにこのユーザー ZIP コードという変数に格納されるということになります。であとは、えー、この郵便番号から住所を表示というね、あ住所を入力というボタンが押されたらというところを処理していきます。Add、えー、イベントリスナー、クリック。 押、えー、されたらまずどうしたいかというとこの JSON ファイルとの通信を試みたいわけですねであの通信は必ず成功するとは限らないので、まあ、本番ではここではねあのローカル環境のテストなので必ず、まあ、基本的に成功すると言ってもいいですが失敗する可能性も、ね、本番ではあるので一応,一応トライキャッチ文で、ねえー、書いていこうと思います えまず、レスポンスをねえ入れる結果を、プロミスの結果をしまっておく定数を宣言して、非同期処理でね通信を試みていきます。非同期処理なので、ここを Async にしてあげて、ここ Await をつけて、Fetch メ,メソッドを使っていきます。でえっとこのね ZIP アドレスデータ JSON というねまあ同じ階層に このファイルを置いているので、zip アンダーバーアドアドレスドットデータジェイソンでいいかなえー、いや、よくないですね。<laughs> こうですね。はい。で、えー、これでこの zip アドレスデータジェイソンとの通信が試みられて、 で、そのね、結果がプロミスとして返されてこの定数レスレスポンス能力ですけどというものに格納されるということになりますで、本来はですねこの時点でキャッチエラーをが発生したらエラーを補足した方がいいんですがちょっと今回めんどくさいのでこのままね、続けて書いていきます、えー、レスポンスが返されたらそれをね、えー、JSON に変換してあげま JSON じゃないや JavaScript オブジェクトにね、変換してあげないとそのままでは データが使いづらいので解析する必要があります。えー、返されたこのレスですね。レスを JSON で JavaScript オブジェクトとして解析します。で、これもですね、プロミスを返します。で、その解析が成功したら、それをですね、 さらにに配列にしてあげます今回扱うサンプルのデータってこうなってるのでこのような構造になってるのでまあデータがー2つあるんですねデータが2つあるっていうとちょっと誤解を招くかもしれませんが、まあ、このような構造になっているのであの配列として管理したいですよね。 で配列として管理してユーザーが入力した文字列文字列じゃないや数値郵便番号と実際のね、えー、ZIP コードこちらに格納されているコードとして照らし合わせて、えー、一致するものがあればその住所を表示させる取得するというふうにしたいので、えー、配列にしてあげますということでエントリーを使っていきますエントリーズこのね、えー、JSON 解析が終わった JSON、JavaScript オブジェクトのデータを今度は、ね、配列にしています、この部分でですね。で、えー、そしたらですね、解析が終わったら、今度はユーザーが入力した郵便番号情報と、えー、この JSON ファイルに格納されている ZIP コードを照らし合わせて、一致するものがあるかどうかというものを探さなければなりませんので、それをやっていこうと思います。 8zip コードとかね、適当に名前をつけて、えー、データ、データっていうのはこのデータですね。返ってきた配列になっているデータから、ファインド、見つけてあげます。ファインドメソッドを使ってあげます。で、えー、どれと一致するものを探すか、抽出するかっていうと、このユーザージップコードと一致するものですね。というわけで、リターン、リターン、ん 綴りがなんかおかしかおしったですね、えー、1に格納されているチップコードコードと、えー、厳密でいこうかな。はいこれでユーザーがここでね、えー、入力した郵便番号情報とこの配列として今ね格納されているデータの、えー、1番目1番目というのは要するにコット の方ですねあの0番目がこっちの方になるので配列要素インデックスマグの1番の ZIP コードということですねこのデータ 1.zip コードというのはが一致すれば一致するものがあればその配列データを返す、まあ、例えば105004というねユーザーが入力したのであればこの ZIP コードと一致するのでこのデータが返ってくるということになりますという説明でいいですかね はい。で、えーまあ、必ずしもね、一致するとは限らないので、そのね、条件式を書いてあげます。アンディファインドではなければ、まあ、要するに一致するものがあればということですね。そしたらですね、この今空の文字列になっているユーザーアドレスに、えー、マッチしたデータの、えー、1番目の 今度はアドレスですね。アドレスってなってるかなアドレスですね。はい。これで、えー、アドレスの文字情報、文字列情報を取得することができます。あとは表示させる、反映させるだけですね。えー、この住所を入力っていうインプット要素はこれかなこれなので、えー、バリューに。 これを代入してあげればいいかなと思います。で、一致するものがなかったら、ああのコンソールとかに表示させてもいいんですが、あコンソールに表示させるでいいか。えー、エラー、一致するデータがありません。とかですね、しておくと、まあ、分かりやすいかなと思います。で、えー、こちらの方にもですね、 コンソールエラー通信に失敗しましたとかねしておくといいかもいいかなと思いますはい えー、これでいいかな。まあ、ただこのキャッチは、あの、必ずしも通信の失敗だけをキャッチするわけではありません。ここトライブロックかなり広く取っているので、JSON オブジェクトに解析する際、ここでね、何からのエラーが起こったという場合も、このエラーをね、えー、キャッチしてしまうという可能性もあるので、まあ、通信の失敗だけを補足するわけではないですが、まあ、ここでは、ちょっとね、シンプルな構造にするためにこのような感じになっています。 ではでは一旦これでテストをしてみましょうかねえーどうしようか一旦閉じて開き直しましょうか念のためですねえーサーバーを一旦止めますでえ改めて開き105-0004はいえー無事 JavaScript のね通信が成功してますねもう一個なんだっけ1135-0004 えー、ですると、はいえー、こちらの住所が表示されました。で、えー、っと、まあ、仮に、今回データとして入れていない適当な、ねえー、番号を入れると、はいえー、一致するデータがありませんというね、えー、エラーがしっかり表示されています。はい、というわけで、今回は、JSON って何その通信をテストしてみようというテーマでお届けしました。 最後にですね、一つだけちょっと注意点というか勘違いしやすいポイントをお伝えして終わろうかなと思います。JavaScript ではね、このように JSON ファイルとかいろんな通信を行うことができるんですが、あの通信を行えるからといってですね、あのサーバーに置かれている JSON ファイルをあの書き換えたり更新したりということは、そのままの設定ではできません。 あの、サーバーサイドでね、API 設定を行えば、そういうことも不可能ではありませんが、クライアントサイド、ま、要するに、あの、ウェブブラウザ上から、なんかね、こういったデータを入力して、送信ボタンを押して、で、サーバーに置かれた JSON ファイルを更新するみたいな使い方は、基本的にはね、あの、しないものと考えていただいていいかなと思います。JSON を利用した API と連携する時もね、まあ、ほぼほぼ読み取り専用としてね、JSON ファイルが返ってくる、渡されるという、 形になるので、まあ、基本的な使い方としては、あの、読み取り専用としてね、JSON ファイルと通信をして、えー、何らかの形で表示させたり、設定として反映させたりするというような使い方をすると覚えておくと良いかもしれません。はい。それではここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。